ただいま議長のご指名をいただきましたので、5項目について一問一答方式で質問をさせていただきます。国では9月下旬より臨時国会が開催されます。8月に改造内閣が発足して初めての国会であるとともに、野党第一党の民進党も新たに承認された党代表の下で論争が行われようとしています。国会では安全保障政策が優先に議論が交わされることと思います。北朝鮮がグアム周辺を標的とするミサイル発射計画、北海道の上空で飛び越える弾道ミサイルの発射で深刻かつ重大な事態が発生したことによってことに対して、国民の安全と平和を守るための万全な対策の構築、また流動化する国際情勢に対するための外交戦略や国内の豪雨被災地の復旧も喫緊の課題です。さらに、長時間労働の是正や生産性向上を目指す働き方改革、成人年齢を20歳から18歳に引き下げる民法改正案など、生活に密着した法案もたくさんありますが、本市においては、今後の財政状況から見通しを勘案した財政指標にも示されているように、森山南中学校大規模改修の改造、増築事業をはじめ最重要課題である環境センターの施設更新事業、環境付帯施設整備事業、老朽化が進み、未耐震の市役所庁舎の改築事業、中学校給食の施設整備事業、市民病院の滋賀県済生会病院への移行、図書館整備、さらには待機児童対策、地域包括支援センターの機能強化のための南部地区方面の開設等々、喫緊の課題が山積みしています。本市にあっては、今述べましたように多くの課題を抱えていますが、私は市民の立場に立った議論と日常生活の中において、早急に対応すべき諸課題についてお伺いいたします。よろしくお願いいたします。 1項目目、先ほどもありましたが、森山市民病院が済生会病院に移行することについて質問いたします。宮本市長の今議会定例会の提案理由の説明にもありましたが、今年度に入ってから現在まで市民病院が滋賀県済生会病院への移行について協議が進められています。市民病院はかねてより慢性的な医師不足や、森山市周辺には高度急性期医療を行う県立成人病センターや済生会病院、草津総合病院などの大規模病院があり、病院経営が赤字続きで厳しい現状であるということは多くの市民が心配しているところでありました。地元に市民病院があるにもかかわらず、救急診療時などは市民病院を横目で見ながら素通りし、通り過ぎて行き見ていただけないのは市民にとってとても残念なことでした。今回済生会病院に移行することによって、急性期から慢性期までの医療提供ネットワークを生かして、医師の確保、回復期医療を支える病院をとするとともに、回復リハビリセンターの充実、開放型病院、在宅支援病床、地域包括ケア病床などさらに充実されることは、今の市民病院に不足している要因が満たされることになり、市民の安心と信頼が得られることと思います。しかし、全員協議会でも質問があったり、質問させていただいたりしましたが、移行については直接患者さんに寄り添って看護してくださる看護師さんや職員さんたちの意見や思いがとても重要です。そこで、現場の看護師さんやスタッフ、職員さんたちの思いはいかがでしょうか。健康福祉部理事にお伺いいたします。健康福祉部理事、それでは渋谷議員ご質問、経営移行に関します病院職員の思い、理解等につきましてお答えいたします。
議員仰せの通り、来年4月に予定しております新病院への移行後につきましても、引き続き本市にとって必要な良質な医療を安定的に提供すること、そして病院運営をしっかりと行っていくためには、医師、看護師はじめとしますすべての職員の理解、協力、これが不可欠だと考えてございます。4月28日の発表以降でございますが、病院職員に対しまして、まず本年6月に市民病院内で計5回説明会を開催いたしました。説明会の中では、今回の経営移行の判断に至った経緯、またこれまでに滋賀県済生会との協議で相互理解に達しました森山市民病院の滋賀県済生会への移行に向けた協議に関する基本的事項などについて、職員の皆様に丁寧にご説明をし、新病院移行後も引き続き勤務いただきたいこと、一緒に森山市の地域医療の充実、発展にご尽力いただきたいことをお願いした次第でございます。また、野々村院長自ら病院の各部門におきまして、個別に職員の皆様の意見や要望、これを聞く機会の方を設けさせていただくなど、職員の皆様に対しまして丁寧な対応に努めてまいったところでございます。さらに、7月下旬から8月中旬にかけてでございますが、病院職員に対しまして個別に面談の方を実施させていただきました。個別の面談の中では、退職手当や滋賀県済生会との協議を踏まえました経営移行後の給与の見込み、および、市の方で実施します減給保障等につきまして説明いたしまして、職員一人一人の方、皆様の思い、考え等を伺ったところでございます。また今月7日からは滋賀県済生会による個別面談の方も実施しているところでございます。病院職員の方々の不安が一つでも解消され、安心して経営移行していただけますよう、できるだけ早い時期に全職員の面談が終了できますよう配慮させていただいているところでございます。そうした中、滋賀県済生会の移行方針等につきまして一定の合意に達することができましたことから、昨日夕方5時から記者発表の方をさせていただいたところでございますが、病院職員に対しましては記者発表の前に全職員を対象に計2回職員説明会を開催し、これまで同様丁寧な説明対応に努めてきたところでございます。病院職員にはぜひとも新病院に残っていただいて、共に移行後の病院を支えていただきたいと思ってございますので、今後も引き続きあらゆる機会を捉えて、職員の方々が不安に感じていること、悩んでおられること、わからないこと、さまざまな点についてご質問をお受けして、丁寧に説明をすることで皆様に理解していただく、皆様の思いを汲み取っていけるよう努力してまいりたいと考えてございます。以上、答弁といたします。16番渋谷茂子さん。はい、そうした、看護師さんとかスタッフ、職員さんたちには分からないところはきちっと説明をして、コミュニケーションをしっかりして理解をしていただくというふうに理解をしています。そしたら、そういうふうに十分済生会との間で協議をして納得していただいているという運びになっていただいていると思いますので、そういうふうに思っておきたいと思います。今朝本会議の冒頭に市長から記者発表について内容について説明がありましたし、また本日の一般紙でも報道もされていましたが、その中でちょっと書かれてなかったこととか、全教でも話されてなかったことについて、またパブリックコメントで実施されるということですけれど、またちょっとそこで確認できていないことがあったので、確認させていただきますが、今別館で放課後デイサービスとか、湖南地域の障害者支援生活支援センターのスクラムさんとか、病後児保育等が利用されていますが、それは今後今どのようにされるのか、協議されているのか、今ちょっと次の質問に入る前に伺いたいと思います。健康福祉部長。はい、以上お答えいたします。今、議員仰せの通り、今森山市民病院の休館別館のところでございますが、こちらで障害福祉サービス等の事業ということで、社会福祉法人湖南会さんによりまして、湖南地域障害者生活支援センター事業、こちら通称スクラム
という名前でございますが、こちらと森山市放課後等デイサービス事業、こちらの名前は森樹堂、この2つがございますが、こちらを実施していただいているところでございます。こちら今回の経営移行に関しての中で少し言及しておりますが、いわゆる別館、現在の旧館のところでございますが、こちら今後建て替え等を考えてございます。そうしたことから現在、湖南会さんにおいて実施していただいておりますこちらスクラムと森樹堂、この2つの事業に関しましても、必要な移転等対応等が必要になってこようかと考えてございます。しかしながら現在こちらの事業におきましても大変たくさんの方にご利用いただいております。森山市の障害福祉サービスの中でも大変重要な内容だと思ってございますので、今後移転に関しましては法人と森山市双方でしっかりと情報共有協議を重ねる中で必要な対応を進めてまいりたいと考えてございます。以上でございます。ただいま失礼いたしました。健康福祉部長と申しましたけど、健康福祉部理事ということでお詫びして訂正をさせていただきます。16番渋谷慎子さん、今協議をしていただいているということですけれども、森次郎さんとかスクラムさんとか病後児のすぐすぐさんとかが、ね、行き場がないように多くの方が利用されておられますので、本当に移行することによってお困りごとがないように、また安心して生活できたり、また機能を果たせるようにお願いをしておきたいと思います。そしてもう一点、昨日記者会見に合わせてパンフレットを見せていただいたんですけれども、立派なのができて、今ちょっと私の記憶ではなかったので、いいのができてるなというふうに思いました。それで私今市民病院のね、入院の時にこういう冊子をいただくんです。入院のご案内とかね、ちょっと財政も違うし、もうすごくちょっともうちょっとこっちの方、予算の都合も、それはいいとか悪いとかじゃなくて予算の都合もございますが、もうちょっとこの士気が上がるような、なんか回復をできるような、この、見て手に取って見ていただく、この極端なことがね、ちょっと私には残念かなというふうに思います。ちょっとまた予算の都合もあるかは思います。検討していただければと思います。これはお願いです。じゃあ次いきます。続いてこれまでに大切にされてきた市民病院の理念ですね。このこっちの入院のご案内にも書かれてあったんですけれども、市民の皆さんに誠意ある最適最良の医療を提供し、病む人が心身に安らぎを持っていただけるように最善を尽くしますということで、基本方針は患者さんとその家族は、市民にとって大切な方々であり、笑顔を持って丁寧に良質な医療サービスを提供します。二つ目に、患者さんの言葉に耳を傾け理解し、共に歩む心で診療を行いますということと、三つ目は患者さんの尊厳を尊重し、ぬくもりのある診療を行いますということ。四つ目は、医療の質と安全の向上に常に取り組み、患者さん中心に医療サービスを提供します。五つ目に、地域医療、福祉と連携し、救急から療養まで患者さんに必要な医療サービスを提供しますということでありました。これまで、ドクターとか、看護師さん、病院のスタッフの方々は、この基本理念を根本に、患者さんやご家族の思いを大切に接してきていただいていると確信していますが、この理念も継続していただけるんでしょうか、お伺いします。健康支部理事。ではご質問の、の経営理念の継承についてお答えいたします。本年4月28日付で公表させていただきました基本的事項におきまして、新病院の役割は従前の森山市民病院の役割を基本的に引き継ぐこととしておりました。この方針につきましては、昨日、夕方記者発表で、公表させていただきました移行後の病院運営方針におきましても堅持しているところでございます。また滋賀県済生会からは、現在の市民病院の機能を最大限に活用し、より質の高い医療の提供と患者サービスの向上に努め、市民の皆様の信頼を得て、これまでの市民病院と変わらず愛着を持って引き続きご利用いただけるように尽力してまいりたい旨意思を伺っているところでございますので、移行後も引き続き市民の皆様に寄り添った良質な医療を、地域医療を持続的に提供いただけるものと考えてございます。
来年4月には滋賀県済生会による新しい病院としての出発を迎えることとなります。病院の運営につきましては滋賀県済生会に担っていただくことになりますけれども、移行後の病院運営方針を定めております通り、本市における地域医療を支える病院としての基本的な役割につきましては何ら変わることはございません。移行後も市民病院をご利用いただきますすべての患者様、またすべての市民の皆様が引き続き愛着を持って安心してご利用いただけますように、今後も誠心誠意しっかりと対応してまいりたいと考えてございます。以上答弁といたします。16番渋谷茂子さん、はい、以降後も市民の皆さんが愛着を持って利用できるようにというふうにお答えいただいたんですけれども、市民病院が再生会に15年間して管理で、移行するという方針ですが、やっぱり患者さんにとっては安心できる病院が大事ですし、やっぱり愛着も大事ですし、やっぱりそれはどうして広、どんどん患者さんが来てくださるかということとなると、やっぱりスタッフの皆さんのこともありますが、入院された方々とか病院を利用された方々の口コミがやっぱり大事で、なんか親切にしてもらったとか優しくしてもらったとか回復が早かったとかいう口コミがすごく大事になってくると思うんですけれども、移行したからといって病院市側としては経営努力は今後どのようにされようとしているのか、お考えを聞かせてください。健康福祉部理事、はい、議長、お答えいたします。今議員仰せの通り、最終的に市民の皆様に愛着を持って、継続的にご利用いただけるかどうかというのは、まずは移行の体制をどうするかというのもございますけれども、移行後しっかりとした経営を行っていくこと、先ほど口コミという話もございましたけれども、結局市民の皆様が利用した中で、しっかりこの病院に愛着を持っていただけるのかどうか、実際そんな診療内容等が重要になってくるかと思います。具体の診療内容、診療体制等につきましては、これから再生会ともしっかり議論をしてまいりたいと考えてございますけれども、指定管理ということで来年4月に移行した後も、再生会と森山市の方はしっかりと連携をして、具体的には毎年度しっかりと事業計画等を出していただく、そういった中で、森山市にとってしっかりとした内、地域医療になっていただける内容かどうかというのを両者協議した中で、しっかりと、病室内容を提供いただけるように努めてまいりたいと考えてございます。以上でございます。16番渋谷茂子さん、はい、ぜひよろしくお願いしたいと思います。物事が順調に進んでいるときは悪ことの始まりではないかという心配事があったり、思うように進まないときは好ましくないことが、ことが起きたときはね、これがどんな良い方向に次は進むんだろうというふうに考えるようにしているということを、京都大学の iPS、細胞研究所所長の山中先生が語っておられたことがあります。で、物事はなんか公職ととかやっぱり成就したいときはちょっと姿勢を固めて謙虚になって、そして次なんか上手というか高く飛べるという話も伺ったことがあるんですけれども、やっぱり、そういうことをも経験された方がおっしゃっている言葉ですし、またお医者さんとか看護師さん、スタッフ、職員さん、また患者さんがやそのご家族の方々と良好な関係で病院生活を過ごして、職場復帰をしたり在宅に向けてリハビリしたり希望が持てる、そんな病院に移行していただきたいというふうにお願いしたいし、今後もこの協議がしっかり進むように、また議会としても私としても、協力したいなというふうに考えておりますし、さらには新しくなっていく病院に対して期待もし、また応援もしたいなというふうに思いまっております。じゃあ2項目に移ります。次は森山北中学校の屋外運動場の活用について質問します。モニターをちょっと写真を撮ってきましたので見ていただくと分かるんですけれども、あれが北中学校 の、 もうすぐ体育祭が行われようとしているグランドでございます。数年前に北中学校で開催された時に、総合防災訓練終了後に私たち訓練参加した者が雑草をちょっとずつ引いて帰ろうというふうに自主的に草引きをしていただいたことは記憶にあるかと思います。あれが北中学校の現状です。その後あとずっと経過が気になっていたので、今年の夏も山崎議員と一緒に現場を見せていただきました。その時のこっち画面に変わりましたけど、あれグランドです。その奥にちょっとテニスコートがありますけどね、
で、まあ、根底理解でも荒海自治会の地区計画に伴って野球部の練習など、ボールが住宅方面に飛んでこないために予防策として北中学校のグラウンドに防球ネットを張るなど整備工事について補正が組まれています。この住宅にがこう家が新しく家が建ってくるとあ違うね、草がいっぱい生えてる方に住宅が建ちますので、きっと住民の方はびっくりされると思いますし、北中学校の雑草が身につきますし、まあ、多分害虫も飛んでくると思いますので苦情が寄せられることが想像できます。そこでこのような雑草が勢いよくしぶとく根を張っていては、学校の先生方がいや生徒がまた保護者が雑草を吹いたところでもう少々釜とか草刈り機で草を刈ったところで解決しようには考えられませんが、何か方策はお考えでしょうか。教育部長の考えをお聞かせください。教育部長。はい、理事長。それでは渋谷議員ご質問の森山北中学校の屋外運動場グラウンドの活用にかかります雑草対策につきましてお答えをいたします。森山北中学校は昭和53年度に当時の森山中学校から分離し655名の生徒で開校、その後明富中学校の分離開校前の平成2年度には生徒数が1196名まで増加をいたしました。学校分離を経て平成15年同には306名まで児童数が激減、その後平成19年度には一転増加に転じ現在の生徒数は467名が就学をいたしております。そうした中で現在のグラウンドの保有面積は市内の4中学校の中でも最大規模の2万8000平方メートルを有し、現在在籍する生徒の日々の体育の学習や屋外活動の場としてまた放課後等の部活動の場として利用をいたしております。しかしながら生徒数の変動とともに屋外の運動場で活動する体育系のクラブ数も変動し現在では陸上部、野球部、サッカー部の3つのクラブに総勢89名の部員が在籍するにとどまっております。このような学校閉鎖の中で森山北中学校のグラウンドの雑草問題につきましてはかねてから学校はもとより市教育委員会も大変憂慮すべき問題と認識をいたしておりました。日常の学校施設管理におきましては当然ながら学校現場での対応が望まれるところではございますが今日までの学校規模の変遷などから森山北中学校におきまして特にグラウンドの管理につきましては他の中学校に比べ大変難しい 実情を有していると考えております。そうした中で学校グラウンドの雑草対策といたしましては人体に影響を与えないとされる除草剤の散布の方法もございますが本市では保護者や近隣住民の薬剤に対する抵抗感などから市内の全小学校中学校におきましては極力その使用は制限し主に学校の児童生徒による除草作業また部活動等におけるできる限りの除草に委ねてまいりました。森山北中学校におきましても他の中学校と同様に毎年年2回程度全校生徒並びに保護者の参加保護者の方に参加を呼びかけグラウンドの除草作業を行っていただいております。本年は1回目を5月に実施し2回目につきましてはこの16日今週の土曜日に学校の体育祭を控えております。そうしたことから先週9日の日に多くの保護者の皆様のご協力も賜り子どもたちがより良い教育環境の下で記念に残るイベントとなるようにしていただきました。議員ご質問の今後のグラウンドの雑草対策につきましてでございます。現在の森山北中学校の生徒数などの事情からいたしますと
そのすべてを学校に委ねていくということは大変難しいというふうには考えておりますが、まずは学校現場での授業や部活動などにおきまして、草の繁茂を拡大させないような運用面での工夫も模索をいただきますとともに、年2回の全校生徒などによる除草作業に加えまして、雑草の繁茂状況に応じまして適宜、業者による除草作業の実施などの対応に努めてまいりたいと考えております。以上答弁といたします。16番渋谷茂子さん、はい、ありがとうございます。北中学校今こういう現状ですけれども、森山中学校が新しく改築されてグラウンドも広くて湖南幹線を通っていると羨ましいなというふうに横目で見ているんですけれども、同じ市内にあって学校で格差があったりグラウンドに、ね、あってはいけないなって教育現場の中であってはいけないと思っています。でまた北中学校は昔私たち保護者も地域も手伝って草刈りをしたことがあったんですけれども、もうそういう段階ではないし夏の時なんか暑さでは限界でもありますし、今おっしゃったようにまた業者とかいろいろな形で取り組んでいただければありがたいなと思っております。せめてグラウンドの環境整備を整えてあげていただきたいというふうに要望しておきます。続いて今書いてる雑草が入っているところ、あれをきれいに整備したら結構広い敷地に、なります。今ほっとくとあれはさっきも、市の土地の話がありましたけれども埋もれた財産でもありますし、そこでもちろん教育関係に特化してですけれども、途端目的に他に考えることはできないのかなというふうに考えていますが、今後の活用方法について教育部長の考えをお聞きします。教育部長。はい、部長。それでは議員ご質問、再度のご質問、埋もれた貴重な財産を教育関係を主に多目的に活用してはいかがかにつきましてお答えをいたします。議員ご承知も賜っております通り、学校施設はあくまでも当該学校に就学する児童生徒の学習拠点であり、教育施設としての行政財産でありますことから、その活用には制限がございます。そのような中で、学校施設で、屋内運動場やグラウンドにおきましては学校の授業活動に影響を与えない範囲でスポーツ文化活動等の振興を目的に地域住民の皆様に学校の開放事業を積極的に進め、施設の活用を図っております。ただいま議員からは学校グラウンドにおきまして教育関係を主に多目的に活用してはとのことではございますが、今現時点におきまして他の教育関係機関等からそのような申し出ご提案は伺ってはございません。そのような提案がございましたら教育委員会といたしまして、その内容を詳しくお聞きをいたしまして、学校現場とも相談をする中、可能な活用が可能なご提案であれば具体に研究と進めてまいりたいと考えております。以上答弁とさせていただきます。16番渋谷茂子さん。学校現場に目的、同じような目的で使用を可能となることに対して、課題もたくさんあると思いますけれども、目的に向かって課題解決したり、いろんな問題があれば、それは一つ一つ丁寧にして、活用方法、生かされた活用があれば、より有効に活用できるのではないかと考えますので、またそういう話があれば、ご検討いただければ、そういうふうに取り組んでいただければ、活用していただければと思っております。続いて3項目目に移らせていただきます。もうすぐ9月18日がやってきますが、9月18日は敬老の日です。医学の進歩や生活習慣の改善で寿命が伸びたり、介護予防や介護保険制度が進み、サービスを受けながら生活ができたり、高齢者にとっては、生活環境は喜ばしいようになってきています。そのような環境が整いつつある中で、今後高齢化がますます進む中で、どう自分の就活やエンディングを迎えるかが大きな社会の課題となっていると考えます。好むと好まざるに関わらず、人間は必ずエンディングを迎えるし、
家族や多くの人たちのお世話になります。人生の最後のお別れは老衰もあれば突然であったり病気であったり様々です。誠に残念なことですが、去る18月12日に長尾健司議員が急逝されました。ここに心からご冥福をお祈りするとともにお悔みを申し上げます。長尾議員と年齢も近く、体育協会の役員やライオンズメンバーとして共に活動させていただきました。誠に穏やかな、とても優しい方でありました。さらに私の知人もこの夏に60代の方でしたが、一人暮らしで介護保険等々の社会資源を利用しだして数ヶ月も経たない間に十分に、コミュニケーションもできないまま慌ただしく日々だけが過ぎていき、展示を全うされ旅立っていかれました。その間数日の間に携帯電話は使用不可となり、今までのお付き合いのあった方々に連絡をしようにも事前に聞いていなかった方以外は連絡先がわからない、慌ただしく過ぎ去ったあの日は何だったのだろうかとまだ消化できていないのが現状です。突然の知り合いの別れであればあるだけ混乱があるのに、まして身内であればなおさらだと思います。家族であってもわからないことが多くあります。パソコンや携帯、タブレットのパスワードがわからないので開くこともできないとかあります。ご本人にとっては大切な持ち物であっても残されたものは対応に困るものもたくさんあります。また加入している保険の内容がわからない等々課題がたくさんあります。わからないことだらけで残された家族や周囲が途方に暮れ、疲弊されて困ったり、辛い思いされた経験があります。家族のいる方は自分の最終章エンディングについては折に触れ、機会あるごとに福祉や介護、人生の看取りなどについて話し合う機会を設け、後に、残された家族や親族のためにできるだけ早く若いうちに自分の意思表示を示しておくことがこれから重要になってくると考えます。これまでにもエンディングノートの推進、成年後見人制度の利用と紹介していただいておりますが、まだまだ浸透していないように思います。さらに独居で家族がおられなかったり、高齢で老老介護世帯であったり、課題を多く抱えている世帯の最後に立ち会ったことがありますが、その度に公共の制度や施設の利用、民生遺産や関わりのある方々の善意が必要で、決して人は一人では旅立つことができないと強く感じています。これまでも健康福祉政策課や地域包括支援センターの職員さんには、勤務時間外であっても駆けつけていただいたケースが多々あります。その度に心が痛むと同時に、このような状況の時に何ができるか方法はないのかといつも考えてきました。そこでこのような経験から、同居の方々の入院や看取りについて、行政や民間でできる支援について質問させていただきます。まず把握されている一人暮らしの方やの入院等のケースについては、どのような事例があり、どのように対応されたか、健康福祉ブリッジにお伺いします。健康福祉部理事。はい、議長。はい、それでは渋谷議員ご質問 の本市で把握しております一人暮らしの方の入院等ケースの事例および対応につきましてお答えいたします。まず冒頭でございますが、渋谷議員におかれましては、日々の活動におきまして、市民の皆様のご相談やお困りごとに対しまして、さまざま支援いただいておりますこと、この場を借りてお礼申し上げます。さて、本市におきましても、先ほど議員の方からもおしていただきました通り、特に地域包括支援センターの日々の相談業務の中で、独居の方の入院、また看取り、そういったケースに遭遇することがございます。最近ですと、身寄りのない方のご自宅にゴミが散在して、そういった環境の中で衰弱しておられるところを、地域の民生委員、児童委員の方が発見されまして、地域包括支援センターにつないでいただいたケースがございます。このケースにおきましては、包括支援センターにつないでいただきました後は、職員が救急搬送の同行、自宅でのゴミの片付け、あと退院時の環境調整といった対応を行ったところでございます。また、別のケースとしましては、道で倒れておられました独居の方を市民の方が発見され、救急車を呼んでいただきました。その後、包括職員の方で入院、また施設への入所につなげたというケースもございます。こうした方々の入院や介護サービスの開始にあたりましては、まずはできる限り親族の方をお探しするんですけれども、親族の方が見つからない、そうした中でご本人の判断能力が不十分な場合、そういった場合がございます。
そういった場合には本人の意思能力や生活の状況、そういったものを総合的に勘案いたしまして、市長の方で審判請求できる市長申し立てによる成年後見制度を活用いたしまして、ご本人さんの生活支援を行っているところでございます。もしご本人が意思を示すことができる場合、また親族が見つかった場合、そういった場合につきましては成年後見センターへの相談をつなぐ、そういった支援を行っているところでございます。昨年度ではこうした成年後見制度の相談利用支援を行いましたのは33件ございました。このうち市長申し立て、先ほど申しました市長申し立てを行った件数は6件でございます。今後、独居の方や身寄りのない方、または自分自身で意思を表明することができない方、こうした方々への支援というものは今後はさらに増えていくものと考えてございますので、成年後見制度の周知啓発についてもさらに一層推進していく必要があると考えてございます。以上、答弁といたします。16番、渋谷茂子さん。はい、ありがとうございます。午前中の子どもなの貧すいません、子どもの貧困対策について質問がありましたが、教育委員会の方とか健康福祉部の方でも ご答弁がありましたように、日常生活の困りごとに対して配慮されたり、親から子に引き継がれていく貧困とか、こう連鎖を断ち切るために何か努力をしなければなりませんし、それがずっと後々響いて複雑な家庭環境から引きこもりになったり、また大人の就労未就労につながったり、本当にそれがずっと最終高齢期までつながっていくんだなということは、私は日々の活動でこの頃つくづく体験をしておりますが、結局それが終末期を迎える状況にもなっていくんだなということを身にしみて感じておりますし、やっぱり人々が何に悩み、何を求めて、どんな支援がその方に必要なのかということ、また子どもの頃にしっかりとそういうことを断ち切っておかなければ、終末期まで行くんだなということを、なんか今朝の質問を聞いて、つくづくまた改めて認識を深めました。やっぱり時代の動向に、的確に捉えて、やっぱりそういう対応をしていかなければならないということを、何を目指すかいう方向性を乱す方向を、しっかりと決めなければいけない時代に来ているんだなということを思いましたし、また一連が関連した森山市の取り組みが必要だなということを考えておりますが、理事のお考えいかがでしょうか。お伺いします。健康福祉部理事。はい、議長。お答えいたします。今議員お世話の通り、いわゆる困難な事例、いわゆる生活困窮ですとか、さまざまな事案で、どうしてそういった状況になるのかということについては、いろいろな原因があろうかと思います。こちらの包括の方につないでいただくケース、いわゆる高齢の方のケースもありますけれども、そういったところに至る、状況については、例えばうちの健康福祉部 その本庁の健康福祉政策課の方のが対応できるケース、さまざまなところが関係するケースがあろうかと思います。今後も、お寄せられますさまざまな混乱事であろうかと思いますけれども、関係します、担当部署とも連携しますし、民間の方々でも活躍でき、ご協力いただける方、さまざまな力を、方にご協力いただきまして対応してまいりたいと考えてございます。以上、答弁といたします。16番、渋谷茂子さん。はい、ありがとうございます。もちろん民生委員さんとかボランティアさんとか、場合によってはシルバー人材センターさんのお力を借りしたり、また友人知人のお力を借りて、やっぱり連携を取れた、やっぱり人としてもやっぱり幸せな人生であったというふうに実感もしていただきたいと思いますので、また連携もお願いしたいと思います。そして最後になりますが、人生の最終段階において行政と民間の取り組みについてですが、自分らしく充実した人生の最後を迎えるために、人生の振り返りや家族や大切な人との話し合いができるように推進していくために、やっぱり先ほども申し上げましたように、行政の役割をどのように考えておられるのか、またさまざまな NPO 団体がありますが、そういった民間の取り組みも必要ではないかと考えますが、ご見解をお伺いいたします。健康福祉部理事。はい、以上。それでは渋谷議員に今ご質問いただきました。自分らしく充実した人生の最後を迎えるために、行政としてできる役割、そして民間の取り組みにつきましてお答えいたします。
本市におきましては平成25年度でございますけれども、在宅の医療介護連携を重点的に進める目的から在宅医療介護連携サポートセンターを開設いたしました。このサポートセンターを開設することで、本市としては在宅医療介護の連携、在宅看取りの推進、顔の見える関係による多職種連携につきまして、鋭意取り組んできたところでございます。さて、自宅で亡くなられる方の割合をちょっと述べさせていただきますが、国全体で平成27年におきましては 12.7% となっております。一方、守山市では 14.0% とございました。しかしながら、昭和26年当時の国の割合は 82.5% とだったことを考えますと、近年やはり身近で死に触れる経験のない方が大変多くなっている、日常から死の在り方について振り返る機会というのが少なくなってきている、その結果やはり死を通じまして我々が今の生、今生きていることを学ぶ機会というものが少なくなってきているのかなと考えてございます。どのような、最後を迎えるのかということについては、今をどのように生きるのかということにつながるものと考えてございまして、行政としては最後までその方がその方らしい暮らしをできるために、在宅医療介護連携の環境を整備すること、市民の皆様が早い段階からご自身の生き方や最後につきまして考えていただく、そして大切な方々とその認識を共有いただくための意識啓発が重要と考えてございます。こうしたことから、まず環境整備につきましては、守山顔の見える会をはじめとしました多職種連携での関係づくりのほか、地域の病院と診療所の間の連携のための体制づくり、訪問介護、訪問看護等のサービス調整、在宅への移行支援や緊急時に備えたサービス調整といった在宅療養のためのサポートを行っているところでございまして、昨年度寄せられました相談の件数は359件となっております。また意識啓発につきましては、先ほど渋谷議員からも、ご説明いただきましたが、平成26年度に作成しましたエンディングノートの普及啓発に重点的に取り組んでまいったところでございます。エンディングノートはこちらのものでございますけれども、このエンディングノートですが、これまでの人生を振り返りまして、今後の人生の在り方を考え、そして大切な方にご自身のお気持ちを伝えて共有いただくためのツールとして、活用していただくことを目指したものでございます。作成にあたりましては、市民の方、代表の方や専門家の方のご意見もいただきながら、守山市の独自性のあるものとするべく、守山市の歴史と自分の歴史を振り返る項目を作成したり、誰もが使いやすいレイアウトとなるような配慮工夫を凝らしたところでございます。これまで出前講座等を通じまして8500冊配布を行っておりまして、実際に配布した方々は使いやすく家族にすぐ分かるように仏壇に備えているといったようなお声もいただいているところでございます。さらには在宅医療介護連携サポートセンターを中心といたしまして、地域の医師、看護師、介護支援専門員の協力もいただきながら、先ほど言及いたしました在宅医療介護についての出前講座を守山市内の自治会等で開催しておりございます。昨年度では9カ所で延べ314人の方に受講いただいておりますほか、市民向けの在宅看取りに関する講演会を開催しているところでございます。一方、民間また NPO といった取り組みとしましても、介護事業所等におきまして就活や在宅看取りをテーマとした出前講座を市民向けに実施していただいております。こうした市民の就活に対する意識の向上に向けては、行政、民間双方から取り組みを行うことが大変肝要であると考えてございます。今後におきましても、在宅医療、介護のに関しますさまざまな職種の方々の連携を図りながら、さらなる在宅医療、介護連携、および在宅看取りの推進に努めまして、誰もが自分らしく充実した人生の最後を迎えていただけるよう、本市としても鋭意取り組んでまいりたいと考えてございます。以上、答弁といたします。16番、渋谷茂子さん。ありがとうございます。今私が質問したことについては、若い世代の方々にはまだまだ実感がなくて、なんか遠い話というか笑い話に聞こえるかと思いますが、やっぱり還暦を過ぎたり、やっぱりそういう年齢に近づいてくると切実で現実の問題でございます。2025年
が近づくにつれて、もっともっと切実な社会現象というか社会問題になってくると考えます。今後も積極的な取り組みをお願いしたいと考えます。そしてまた今ご答弁になりましたように、これまでエンディングノートについては出前講座や講演会等々で現在まで8500冊、配布していただいたということですけれども、このノート本当にこう家族にとっても大事なノートになると思いますので、来年度ぜひ予算を取ってでも全招待と一家に一冊は、配布できないものかと考えておりますので、ぜひ検討していただければありがたいなと思いますので、よろしくお願いします。はい、じゃあ以上です。次4項目目に移らせていただきます。森山駅の西口ロータリーの交通渋滞ですけれども、状況とかおよび駐車場の活用状況について質問いたします。過去にも森山駅の西口のロータリー付近の交通渋滞や混雑について改善を求めてきましたが、質問をしてきましたが、その後通路を挟んでシェルダーですかね、挟んで左側にも一般車の送迎車が停車できるように改善していただきました。今の現状として一般の送迎車や事業者さん等の送迎バスや大型バス、タクシーなど混乱なくスムーズに流れているのでしょうか。都市経済部長にお尋ねいたします。都市経済部長。はい、以上。それではご質問の森山駅西口ロータリーの利用状況についてお答えをさせていただきます。森山駅西口のロータリーにつきましては、私が担当者として平成13年度から16年度に、駅前西口東口の再整備を行い、この中で森山駅前西口自動車駐車場につきましても整備をさせていただきました。整備時に比べまして、人口も約1万人が増加し、立命館森山中学校高等学校の開校もありまして、駅の1日あたりの乗車客数につきましては約2900人増加しております。このような状況から駅前の渋滞や駅西口ロータリーの混雑が顕著となり、平成23年度には周辺の交通渋滞の解消するため、信号機に右折用ゲージを設置し、駅利用者の環境改善のためのシェルターの増設も行いました。また平成26年にはさらなる渋滞解消を図るため、駅西口ロータリーへの車両の流入室を促すべく、信号の現地時間をさらに今調整、また一般車両の停車帯および通行帯の増設も行いました。加えて車両の流れを誘導するための対策として看板の設置でありますとか、路側帯線の引き直しなどを実施し、駅前および駅西口ロータリーの渋滞解消に努めてきたところでございます。平成27年度にはこれまでの取り組みの検証を目的として、流入室の状況や、停車車両の台数の計測を行い、一定の効果を確認したところでございます。しかしながら議論するの通り、雨の日などには利用が集中し渋滞があるということをご意見も伺っておりますことから、昨年度末に改めて駅西口のロータリーの現状把握とその課題について専門家による調査を実施をいたしました。その調査結果といたしましては、これまでの対策は一定の効果を上げておりますが、森山駅 西口の現状は、朝の通勤通学時間帯に7時から8時の間にピークを迎え、車の台数が増えるものの、送迎が終了いたしますとおおむね解消されております。また夕方のピーク時につきましても、一時的な混雑はあるものの、おおむね1時間程度で解消されており、個々の状況につきましては電車の到着に合わせ短時間で解消されているものがほとんどでありました。このような状況から、現状といたしましては、一時的な渋滞はあるものの、おおむね円滑に処理されているものと認識をしております。一方、駅前の渋滞につきましては、ロータリーに至る道路で、特に市道駅前、伊豆島線、銀座通りでございますけど、の手前に、森山駅前交差点と
銀座一番ない交差点の2つの交差点があり、まあ、交差点間距離、まあ、信号間距離が短いことから左折車が横断歩道を渡る歩行者を待つことになどによりまして流れが悪く、ロータリー内になかなか近寄れないという状況も発生しております。このようなことから駅前周辺の混雑解消も必要と考えており、その対策の一つとして今年度から自家用車から公共交通機関への乗り換えを促し、ロータリー内への一般車両の進入を減らす観点からも効果があるというふうに考えております。まあ、通学バス利用促進点検や高齢者お出かけパスを実施をしたところでございます。合わせまして駅前ロータリーにつきましては、まずは駐車場の表示などの改修でありますとか、送迎にかかる長時間駐車や不適切な駐車の解消の対策を実施してまいりたいと考えております。以上、答弁とさせていただきます。16番渋谷茂子さん。はい、議長、ありがとうございます。私もこの質問をするにあたって、改めて自分なりに検証してみようと思って、語らい学び屋通りを駅に向かって車で走ってみました。新たな発見として今ご答弁にありましたように気づきがありました。私は西口ロータリーが狭いだけかなというふうに思っておりましたが、今答弁にもありましたように立命館観光校を後にして、まず泉町の交差点で歩行者が多くて、青信号の間にこう立命とか、まあ、学生さんが行かれるのでなかなか左折できない車があると、後続車が直進できないという状況が続き、そしてそれでも森山小学校の 東の交差点でもそうでしたし、銀座一番街の信号のところでも、そしてさらに駅の森山にして森山駅の交差点でも同じような現象が発生していました。要するに直進したいので横断者が多いので左折がなかなかできないということで、右折したいにもできないということでした。まあ、今回改めて西口ロータリーが狭いということが原因だけでなくて、1回の信号だけでは渡りきれないということが分かりましたし、認識を改めてました。今日まで大型バスや事業所の車とか一般車が入り組んだ状況の中にあって、無事故で大きなトラブルがなかったことを幸いとして喜ばなければならないというふうに思っております。続いて今ロータリーの話もしましたが、ロータリーの中央に位置している有料市営駐車場の年間利用台数と利用料収入はどのようになっているのかということと、駐車場内で事故やトラブルが発生したことがありますかということと、3つ目は8月、駅前に新しくホテルがオープンしましたが、これから西口駅前中心部において有料駐車場は市民や森山市に来られる方々にとって必要だとお考えでしょうか。4点目は今後の構想について予定はありますか。この4点について都市経済部長にお尋ねいたします。都市経済部長。はい、議長、はい、それはただいまの新たな4点について答弁をさせていただきます。まず1点目の駅前の駐車場の、年間の利用台数と利用収入についてでございます。これにつきましては、昨年度の状況ではございますけれども、利用台数が6099台、利用収入につきましては2678300円でございます。平成25年からの平均ですと、利用台数は6100台、利用料金の収入につきましては270万円程度でございました。次に、駐車場内での事故やトラブルの発生状況についてお答えをさせていただきます。西口駐車場での事故の発生につきましては、平成16年、設置をさせて以来、これまで2件の報告がございます。いずれも、駐車場内のフラップの不具合からなる事故であり、その処理については管理者により適切に対応をしているところでございます。またトラブルでございますけれども、設置当初は年間30件程度で、入出庫の際の記録用紙が切れているというようなことが主な原因でした。近年は、年間50件あたりとも増えてございます。これらの原因はこれまでと同じように、記録紙の、入れと合わせまして、機器の方も老朽化してございます。このようなことから、読み取り不良などについての、生産時の機械の不具合というようなトラブルも発生してございます。いずれにしても、管理者でありますとか市の職員により現場に出向き、随時回収に
を図り、適切な処理を対応してまいりました。次に、駅西口のロータリーの、必要性についてということでお答えをさせていただきます。駅西口自動車駐車場につきましては、設置当初より駅利用者の送迎のための一時利用として、また駅でありますとか駅前総合案内所などの周辺施設利用者のための短時間利用の駐車場として設置をしてまいりました。これまで今報告をさせていただきましたように、多くの皆様にご利用いただいているところでございます。その中、議員のその通り8月1日にホテルを含む複合商業施設がオープンいたしまして、またこの施設には7月の8日に先行して駐車場も開業をされております。この駐車場は収容台数が211台と大きな施設で、当該ホテル宿泊者や施設利用者だけでなく、利用時間を30分は無料ということで、一般の方も利用できる施設と聞いております。このことから、今後の西口自動車駐車場の利用状況を注視する中、この有料駐車場の必要性についても検証してまいりたいというふうに考えてございます。最後のご質問でございます。今後の構想といいますか、予定についてということでお答えをさせていただきます。先ほどもお答えを申し上げました通り、これまでの検証結果からは、日常的に深刻な渋滞が発生している状況ではございませんものの、雨の日やダイヤが乱れる時には渋滞が発生しております。改善に向けた取り組みが継続的に必要であると認識をしております。そのため、渋滞解消の対策として、駅西口ロータリーにつきましては、分かりやすい、動線の明示でありますとか、不適切な駐車、あるいは長時間の、停車を抑制するための看板の設置でありますとか、またそれをのための、誘導員の設置の必要性についても検討してまいりたいと思っております。合わせまして、森山駅と隣接しました、先ほど申し上げました、森山駅前交差点、あるいは銀座一番街交差点におきましては、先ほど申し上げましたような課題もあります。駅周囲を含めた渋滞対策については、ハードとソフト面の両面から庁内で検討を進めてまいりたいと思いますので、ご理解をよろしくお願いいたします。以上、答弁とさせていただきます。16番渋谷慎吾さん。はい、議長、ありがとうございます。まともに同じような認識を持っているということで、本当に午前中の7時から8時というのは、本当に経験した方はよく ご存知だと思いますし、また夕方 の塾の送迎時などに送迎などに渋滞するとか、またそこに大型バスが銀座商店街の前を通るということについては、本当にあれよく事故が起きないものだということを私はいつも考えておりますし、またこれから銀座商店街も改築とかいろいろと工事が始まると思いますので、やっぱり渋滞は今後とも考えていただきたいなというふうに考えておりますが、見解を求めたいんですけど、次5項目目に入ります。見解求めていいですかね。お願いします。はい、5項目目に行きます。はい、最後に重要引き継ぎ文書について、公文書の管理について質問いたします。私たち議員の仕事は、市民の皆様からお預かりしている大切な税金が適切に執行されているか審議したり、日常活動において市民の皆様のためになる政策提案であったり、重要な活動が日々続いております。その中で以前から気になっていることがあります。特に今回は、市民病院が再生会病院に移行するに至って、約束ごとや協議した内容が後世にしっかりと引き継いでいく責任があると考えています。以前から申し上げていますが、重要引き継ぎ事項として文書に残すなど、しっかり管理していくことが大切であると述べさせていただいております。ことのことについて、森山市はどのように保管期間などを含めて管理されているのか、総務部長にお尋ねいたします。総務長。はい、議長。それでは、ご質問5項目目の文書の引き継ぎ及び公文書の管理についてお答えをさせていただきます。行政文書につきましては、文書で始まり、文書で終わるとよく言われております。文書は行政事務の根幹でございます。行政事務の中で、職員が自ら作成したり、
他から収集したり文書については公文書として、また市民との共有財産としてその管理方法や取り扱いについては適正かつ厳正に行わなければならないと日頃から職員は意識し事務執行に当たっているところでございます。さらには施策や事業について文書化し公文書として保存する とともに確実に後継者に引き継ぐことが公務員の基本であることについても全職員が入庁時に上司や先輩から厳しく指導され、また同様に後輩や部下に徹底してきているところでございます。具体の公文書の保存方法や保存期間などの管理方法や取り扱いにつきましては、情報公開条例また個人情報保護条例並びに文書管理規定で詳細に規定し、職員の責務を明確にしてございます。また市民の知る権利の具現化、情報公開制度の円滑な推進、さらには市民への説明責任を果たすために公文書については必ず公文書の名称や保存期間、具体的には長期保存、それから10年保存、5年保存、3年保存と記載した文書目録を作成しまして、いつでも市民の皆様をはじめ誰でもが閲覧していただけるようにしてございます。また職員は公文書や事務事業の内容などを示した引継ぎ書を作成し、前任者は後任者に引き継がなければならないとし、森山氏職務含むに関する規定において全職員に義務付けているところでございます。このように公文書の保存や引き継ぎにつきましては行政事務の最も重要でかつ基礎であることを条例等の規範に加えまして、研修を通じて全職員に意思付けをし確実に実践しているところでございます。以上答弁といたします。16番渋谷茂子さん。はい、議長。はい、ありがとうございます。丁寧に答弁していただいて、しっかりと公文書が保管されていることを聞いてちょっと安心しております。そこで森山氏は保存期間が過ぎた公文書はどのように保管管理などされているか、どういう仕組みになっているのか、対応されているのかお尋ねします。とともに、ここ数年間本市にあって最重要課題とされている環境センターの協議決定事項をはじめ、保存していただきたい事項の内容のものがたくさんあります。過去には、森山女子高等学校が立命館森山高校に移管された経緯もあります。歴史的な公文書が失われてしまえば、過去に起こったプロセスが検証できなくなってしまいます。後世に伝えるため、次世代の人たちが検証できるように、そして新しい課題に取り組みやすくするために、しっかり整理して残していく責務があると考えますが、いかがでしょうか。総務部長のご見解をお伺いいたします。総務部長。はい、以上。公文書の保存期間が過ぎた公文書はどのように保管保存などをされているかというご質問でございますが、本市を含みます地方公共団体におきましては、国に先んじて情報公開制度を制度化しまして、公文書の管理の見直しについても取り組んできた経過がございます。本市の情報公開制度は12年度から、また個人情報保護制度は15年度から、いずれも条例施行しまして制度化しているところでございます。情報公開と文書管理とは車の両輪のごとく推進する必要がございまして、そのため情報公開制度の実施にあたり公文書管理の強化を図ったところでございまして、また公文書の保存に加えまして、先ほどのご質問がありました保存期間が終了した公文書にありましても、歴史的に価値があり、また引き継ぐべく判断させていただいたものは、保存期間が延長をしたり、また市内に存在しております古文書も含めまして、さらには市民に信頼される開かれた市政の実現のために市政情報の発信拠点として12年度に開館しました森山市公文書館でしっかりと管理をしているというのが現状でございます。以上答弁とさせていただきます。16番渋谷茂子さん。はい、以上。さらに、すいません、さらに公文書館管理法に基づいて行政文書など公文書を健全な民主主義の根幹を支える国民の共有の知的資源として定めていますが、森山市には早くから公文書館があります。情報公開と市民の皆様の両状況はいかがですか。総務長にお伺いします。総務長。はい、議長。はい、
公文書館につきましては、先ほど申しました市民に信頼される開かれた姿勢の実現のため、また文書管理を徹底するための、拠点としまして12年度に森山市公文書館を開館したところでございます。その公文書館の利用状況につきましては、平成28年度の来館者数は953人、電話等での問い合わせを含めますと利用者総数は1542人となってございます。引き続きより多くの市民の皆様に市政への関心を持っていただき、また市政への参加を推進していくためには、さらに積極的な情報発信を、努めてまいりたいと考えてございます。以上、答弁とさせていただきます。16番、渋谷茂子さん。はい、ありがとうございます。先ほども答弁いただきましたように、公文書管理と情報公開は車の両輪であるというふうに聞いております。情報公開の高い意識なしに行政文書の適切な管理はないというふうに考えますし、将来に対して市民の皆さんに対して説明責任を、全うする ための高い意識を持っていただくことも大事だと思いますし、今後も部長の思い、また行政職員幹部の皆さんの思いを、後輩の皆さんとか、職員の皆さんに、継続していただきますことをお願いして答弁、質問を終わります。以上です。ありがとうございました。